アメリカのこんなでっかいハンバーガーの写真を見せて、え、これ食べてみたいよね、本場で。Hello everyone, my name is Marina. 今日はですね、どうして英語やるの?で、子供に聞かれた時に、なんて答えたらいいかについて、ちょっとシェアさせていただきたいと思います。私自身も子供が5歳くらいの時にどうして英語やるのって言われて、まあ、その場では適当に答えたんですけれども、やっぱり皆さんなんて言うのかなってすごく気になりました。例えば大人だったらどうして英語やるの、大人になってから英語を始める人もたくさんいると思うんですけれども、どうして英語やるのってなった時に、大人になってから始める大きな理由の一つは、多分仕事で必要だからが圧倒的なんじゃないかなと思います。仕事でもうどうしても海外の人とのやり取りをしなきゃいけなくなったと同様に、英語を話す人がいる、外国の方がいる、あとは転職したい、昇進したい、そういう時に英語があると有利だからとか、英語があると幅が広がる、選択の幅が広がるからっていうことで英語を始められるケースがあると思います。2番目は、海外旅行に行きたい、海外旅行をもっと楽しみたい、ツアーの旅行じゃなくって、何か自分でこう行きたいところがあった時に自分で旅行スケジュールをコーディネートしたい、ああもっと英語が話したらこんなことできるのになとか、そういう欲が出てきて、ああ英語やろうっていうふうに思うケースもあるかもしれません。3つ目が、外国人と交流したいとか、外国人と友達になりたいとか、例えばパパとかママだったら、自分のパパともママともに外国籍の人がいるとか、この人ともっと仲良くなりたいし話をしたいから英語やりたいっていうふうに思うようになる人もいるかもしれません。大人の場合だと、そうやって仕事、海外旅行、外国の人と友達になりたい、割と目の前に差し迫ったことがあるので、そのために英語を使いたいっていう目的がはっきりしてますよね。それを子供に置き換えた時に、子供の将来をイメージしてあげて、そこと英語を関連付ける。パイロットになりたいは言ったことがあるので、パイロットは管制官と英語でやり取りする、空の上は英語が共通語だから、パイロットには英語が上手じゃなきゃなれないよってことを噛み砕いて説明しました。子供の将来と英語をこうくっつけて一緒に想像するっていうパターンですね。あとサッカー選手だったら、サッカー選手になりたいよね、すっごい上手になってオリンピックに出て世界の人と一緒に戦うかもしれないよね、そしたら英語わかんないとサッカーする人と一緒に話せないよねっていうのもあるかもしれませんよね。こう将来の夢が決まってたら、その将来の夢に紐づけると、すごく子供もイメージしやすいのかなと思います。あと先ほどの大人のケースでもありましたけれども、海外旅行に一緒に行きたいっていうのもいいかもしれないですよね。うちの場合、英語話せるようになったらみんなでアメリカ行こうねって言うとめっちゃ喜びます。これすごいいいですよね。もし海外旅行に行ったことがなかったら、英語が喋れるようになったらみんなで行こうねって言うと、行きたいから英語喋れるようになろうって思うかもしれませんよね。アメリカのディズニーランドやユニバーサルスタジオを YouTube で見せて大好きで食いつきまくるので、ショーや解説してる場面も映ってるから、これ全部わかるようになったら一緒に行こうねって言ったこともあります。英語話せるようになったら海外旅行ができるんだよ、いつもあの地図で見てるエジプトの砂漠とか、アラスカのオーロラとか、氷河とか、日本だと絶対見られない景色が見れるんだよ、旅行に行ったら見れるかもしれないんだよっていうようなこと、そういうのもありかな。子供だと別に今すぐに英語使わなきゃいけないわけじゃないし、英語使わないと生活できないわけでもないし、うちは10歳娘がまさにそんな感じで、なんで英語やんなきゃいけないの、困んないじゃんという感じです。英語の授業は簡単すぎるから全く困らないし、普段英語を使わないと喋れない人もいないし、急に迫られることってないんですよね。なので、どうして英語をやったらいいのかな、何かいいことがあるのかなっていうのがちょっと分かりにくいんだと思います。英語は世界中の人が話せる共通語なんだよ、アメリカ人だってフランス人だってみんな英語話せるから、英語が話せると世界中の人と友達になれるんだよっていう答え方です。英語が話せるようになったら、我が家ではいろんな国の人とも結婚できるよと言っております。
あとは英語の本を読めるようになるし、英語で映画を見られるようにもなるし、英語の歌も分かるようになるよ、そういう世界を広げてあげる、英語ができるようになるとそういういろんなことができるようになるんだよっていう言い方ですね。現実こんなことが起きるからさ、ちょっと現実を突きつけてみるっていう方法です。将来英語やってるとたくさんの人と仕事ができるから、もしかしたらお仕事もいろんな仕事ができて、いっぱいお金を稼ぎやすくなって言っておくとか、あとは小学校とか中学校行くと英語も授業にあるんだよ、今やっておくとその授業がすっごい分かるようになるよ、その英語の授業がもっと楽しくなるかもしれないよ、テストでいい点数が取れるよとか、そういうのも一つあるかもしれないです。ママ英語喋れないからさ、英語喋れるようになったら彼が連れてってよろしくね言っちゃう、自分が英語できないからこんなに困ったんだよとか、絶対大きくなった時に英語やっておいた方がいいよって思う時が来るから、今から絶対やっておくといいよって教えてあげるのも一つあるかもしれないですよね。英語が大嫌いだった私はまさに、なんでやらないといけないの、日本から出る気ないし私にはいらないと逃げてきました。でも海外に興味が出て、わからない話せない自分にすごく後悔したよってことを、近所の英語やりたくないって言ってた子に話したことがあります。そのママが本当にそう思って感じて言ったことだから、やっぱりすごくなんかリアルだし、そのリアルな思いは絶対ストレートに届くと思うので、ママすごい大人になって困ったんだなとか感じてくれるかもしれないですよね。で、率直に自分の気持ちを伝えてあげるっていうのもすごくいいかなと思いました。さっきの見たことのない景色を見に行きたいって思えたらいいんですけれども、子どものうちはまだそこまで思えないっていう時は、例えば分かりやすく食べ物とかあるかもしれないですよね。食べたことのないような美味しい料理が食べられるらしいよというのを伝えています。食べてみたいなと話したことがあり、そこにパパとママも連れてってあげるからねと言ってくれてます。その例えば食べ物ですね、アメリカのこんなでっかいハンバーガーの写真を見せて、これ食べてみたいよね本場で、アメリカのディズニーランドのこんな可愛いミッキーの料理を見せて、これ食べてみたいよね、すっごい甘いパフェあるらしいよ。そういえば私もアメリカに昔行った時に、スーパーとか、まあ普通のお菓子屋さんでも売ってますけども、すごいカラフルな砂糖菓子、アメリカでのそのお菓子のカラフルさってすごく印象に残りました。もう日本ではありえないぐらいの見たこともないような食べ物をこう写真とかで見せて、これ食べたいよね、一緒に食べに行こうよっていうのも一つあるかなと思いました。こんな意見もありました。具体的に英語ではないですが、絶対に娘にも伝えておきたい母から聞いた文言があります。いつか戦い抜かなければならない時に、学びは一つの手段、武器となり、あなたを守ってくれるからです。主人はいじめにもあったようですが、いつかみんな見返せると黙々と耐え抜いたのが母のこの言葉だったみたいで、幼稚園の頃から聞かされて育った主人は本当にまっすぐに今でも学び続けています。学びは武器になる、本当にその通りだなって思いました。例えば子供はサッカーができる、逆上がりができる、水泳ができる、ピアノができる、縄跳びができる、技術として人にこう披露して分かりやすいものだと、ああこれやったらかっこいいってイメージがつきやすいと思います。言葉だって一つでも多くの言葉を話せるっていうことがかっこいいんだよって。我が家は2歳くらいの時にバイリンガルの存在を教えたところ興味を持ったので、それ以来バイリンガルになると本人が目標を持って取り組むようになりました。知識だってすごくかっこいい技術だし武器だよっていうことを伝えてあげると、もしかしたらそうなのかなって思ってやる気のスイッチがついてくれるかもしれないですね。あなたのためにというと、自我が目覚めている場合、私は違う、僕はこうしたいが逆に強く出てくるので、ママは〇〇ちゃんの英語で歌う歌が聞きたいからだよとか、ママは一緒にやりたいからお願いって言うといい子もいるかもしれませんね。なんでやるのってこともあると思うんですけれども、とにかく目の前の英語がある生活が楽しいものになる、ママと一緒にこれで遊んでお願いってとりあえず言うと、それでそういうふうに言われたら、じゃあ一緒に遊ぼうかな、一緒に遊んであげようかなって思うかもしれないですし、そういう言い方もあると思いました。どうして言われるんだろうって思ってしまう子どもの心理状況って、必ずしもですね、ポジティブじゃないのかな
って思ったりもしました。毎日の積み重ねでコツ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 身につけていくものなので、お家で英語を取り入れてる場合は英語の歌を流したりとか、習慣的にどこかで少しずつこう英語を取り入れていくっていう生活をされると思うんですけれども、あんまりこの毎日やってるルーティンが好きじゃなくって、でそういうふうに言ってくるっていうケースもあると思います。うちは話し合って一旦お休みしましたが、好きな子はちゃんと戻ってくるから、やらせないことがやっぱり一番なんじゃないかなとか。なんで英語やるのっていうのは、ある程度英語のある生活に慣れてきた段階だと思います。というわけで今回は、どうして英語やるのっていう子どもの質問にどんな風に答えたらいいかをシェアしました。今回も見てくださりどうもありがとうございます。 Thank you for watching。 協力してくださった皆さん、どうもありがとうございました。コメントの動画良かったという場合は、ぜひいいねボタンを押してください。